ベンジャミン・ハリソン・テイラーは1910から1920年代にアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍していた野球選手。主なポジションは一塁種。サウスカロライナ州アンダーソン生まれ。左投げ左打ち。ニックネームはオールド・ラリオブル。兄がいずれもニグロリーグで活躍していた4人兄弟の末っ子でプロ選手として、 試合に出始めたのは1908年である。最初は投手を務めていたが、後に一塁一種に転向する。守備はすぐに上手くなったようで、難しい頃を難なく裁くスムーズな守備を見せていたという。主に活躍したのは、兄の C.I. テーラーが監督をしていた、インディアナポリス a b c ズで、1914年から1922年まで在籍していた。 この間の活躍としては、1915年のニグロリーグでの打率は、308で、その冬のキューバリーグでは打率、500を記録したこと、1916年のニグロワールドシリーズで18打数11安打、3盗塁を記録したこと、また1921年に打率は、421を放ち、また、 リーグ最多となる106本のアンダと19本の2、塁打を放ったことなどが挙げられる。1922年シーズンは、CI テイラーの休止に伴い選手権任監督をしていたが、この年の打率は362だったという。1923年、テイラーは、自ら新たな野球チーム、ワシントン・ポトマックスを、創設、兄のジョニー・テイラーをコーチとして迎え入れ、 イースタンカラードリーグに参加したりもした。ただ、ポトマックスでの経歴は短く、1925年には、ハリスバーグジャイアンツに移籍をしている。その後ボルチモアブラックソックスを経て1929年には、バカラックジャイアンツに移籍。テイラーは41歳になっていたが、バカラックジャイアンツで12試合に出場し、310の打率を残している。なお1930年代に入っても、 選手として試合に出場していたが、詳しい記録が残っていない。判明している選手としての通算打率は、333に及ぶという。1940年以降は主にコーチとして、ニグロリーグに関わっていた。その指導力も優れており、1970年代にアメリカ野球殿堂入りしたバックレナードは、ホームステッド・グレーズ時代に、テイラーの指導を受け、後に、 黒いルー・ケイリックと呼ばれる名英一類種となる。1949年にフィラデルフィアの新聞社がニグロリーグのすべての時代のオールスターを選出した際、監修したオスカー・チャールストンはレナードを一類種として選出している。1953年にボルチモアにて死去。2006年にニグロリーグ特別委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出した。ありがとうございます。